さて、おはようございます、こんにちは、こんばんは。さあ皆さん、お仕事始まり、学生の皆さんはね、まだ冬休み期間中だと思いますけどね、社会人の皆さんはもう働き始めていると思いますので、お気をつけて、頑張りましょう。ということでね、前回の引き続きで、NSX をね、またちょっとね、僕が持っている NSX と比較して見てみようかなと思います。それでは、見ていきます。さて僕のね、これが、持っている NSX なんですけど、前回ね、発売したトイザラス記念仕様、ね、新しいところはツートンで、でまあ金メッキのホイール、いい感じですね。内装はね、多分変わってないと思うんですけど、そしてさらにね、通常版で、当時2002年のナンバー81番の59分の1スケールでね、多分発売されていたものなんですけどね、私はボロボロしか持ってないんですけど、でこれ面白いところがね、赤のクリアパーツのヘッドライトで、さらに上から銀メッキ塗ってあるということでね、ハゲても面白いということでいやでもこれ結構好きですけどね。内装がねやっぱりちょっとまだ手が込んでないかな。いやでもどうなんでしょうかね。いや好きですけどね結構。どうでしょうかね。内装がね、ホイールはねこっちの方が僕好きかもしれないですけどね。内装が一緒だったら断然こっちの赤箱のねナンバー81番の方が好きなんですけど、はい。でね、次、まあヒストリーセレクション、こっちはね、1000円ぐらいの価格帯だったんでね、ちょっとね、もうちょっとホイールとかね、こだわってもらいたかったんですけどね。まあ金型は一緒ですかね。ちょっと色合いがね、トイザラスの方がやっぱりホワイトというか、ね、ヒストリーセレクションはアイボリー系というかね、で、ボンネットの部分全く一緒だよね。金型。この一緒の金型でちょっと色分けして、で、価格がちょっと上がるってね、ちょっと納得できないんですけど、さて、トミカプレミアムの方、発売記念しかちょっとね、持ってないんですけど、まあ、トミカプレミアムの方がね、断然上ですよね。ホイールとか、ね、ホワイトホイール入ってますし、内装は赤シートということで、いや、かっこいいよね、これね、発売記念の真っ黒。でね、リアウィングがね、ちょっと違うんですよね。落ち着きがあるというか、テールランプはね相変わらず、クリアパーツのテールランプなんで、めちゃくちゃ満足度高いんですよね、やっぱりトミカプレミアム。さあどれが一番好きかなって思うな、満足度が高いのはやっぱりトミカプレミアムかもしれませんね。はい。でもね、赤箱が好きなら通常版のトミカ、これもねなかなかいい出来だと思うんですけどねちょっとね塗装が激しすぎてね、綺麗な状態のトミカは見せれないのが残念なんですけど、はい、もうちょっとね、並べて見ていこうかなと思います。はい、いかがでしたか。まあね、なんか年々、トミカのクオリティは下がってってるんかなと思いますけどね。まあかっこいいのはかっこいいんでね、 NSX はね
このクリアパーツをね、まだ守ってくれてるので、まあ、金型が一緒やからね、クリアパーツにせざるを得ないということなんですけどね、多分ね。でも満足度がやっぱ高いのはトミカプレミアムかな。皆さんはね、どの、タイプの NSX が好きですかね。まだまだね、いろんなコラボしてる NSX もあるんでね、この車両が好き、このコラボのやつが好きということをコメントで教えていただけたらいいなと思います。それではご視聴ありがとうございました。